3つありまして、はい、まあ、事業をいくつか、まあ、考えてはいたんですけど、やっぱりそのまず1つ目が本当にこうなんていうんですかね、人をハッピーにできるかっていう部分があってですね、でその中で、まあ、その誰もハッピーにならなかったりするサービスを作ってもあんまりこう、まあ、よく嬉しくないなと言いますか、意味がないなと思ったんで、本当にこう心の底から、まあ、このサービスを通じて多くの人が少しでも幸せになってるっていうことが実現できるようなものをやりたかったんですね。で2つ目がやはりその事業の、規模ですね、その市場規模のようなものでなんですけど、それがやっぱり大きくないと、まあ、それも多くの人に対して、まあ、広がっていかないなと。であともう一つは世界に誇る分野でやりたかったっていうのがあるんですね。で日本がこう世界に誇る領域って、まあ、食とかゲームとかいくつかあると思うんですけど、まあ、そういう領域であればこう海外展開とか、まあ、そこがこうどんどんできてですね、で結果的に、まあ、レッティが目指す食を通じて世界中の人々をハッピーにという部分が、まあ、達成できるかなと思っているので、まあ、それでですね、まあ、このレッティというサービスをやろうと決めたという、やはりビジョン、まあ、に共感をしてくれるっていうのが大前提なんですけど、こう、まあ、事業、まあ、こういうサービスを作るっていうことはその、まあ、多くの人の、まあ、生活を少しでも良くするっていうことなんで、そこに対して本当にこうやりがいを感じれるような、うん、人がいいなと思いますね。で、まあ、その上で、やはり素直な人だったり、うん、そうですね、やっぱりそのベンチャーなんでこう考えると同時に、まあ、動くと、うんうん、いうことができるような、まあ、実行力のある人だったりですね、っていうところをすごい重要視してますね。あとはまあそのもう一つあって、我々のこう会社はまあその世界中の、人々に使われるっていうところまで持っていきたいので、うんうん、目標がまあ大きい人といいますか、うんうん、そういう方と一緒に働きたいなと思ってますね。レッティにですね、少しのまあ興味を持った方がいれば、ぜひオフィスに遊びに来ていただきたいなと。まあ、レッティのようなサービスはこう、まあ、ベンチャーなので、はい、非常にこうフランクに、まあ、一緒にこうランチに行ったりですね、っていうことも全然できるので、まあ、そこでこう会社の雰囲気とか、まあ、どんな人がいるのかっていうところを見ていただいて、まあ、そこでこう入社を決めるのがいいのかなと思ってますので、もうフラットはもうアポだけ取ってフラッと来たら大丈夫。そうですね、そこはまあ、メールだけ、はい、ホームページの方からいただければ、まあ、ちょっと興味があるっていうところでいただければ対応いたしますので。もう溢れちゃうんですか、そしたら。そしたらそんなに考えます。ありがとうございます。